東京生まれ新宿育ちのシティボーイなんですけどアスリートかって言っても運動能力が高い選手がもっともっとみたいな感じになってきてますねプリラムユナイテッドはオーナーがもうお金出してチャーターするんですけどプライベートジェットみたいなはいチームだけのジェットもう失点した瞬間に「はい」みたいな「はい20万なくなった」みたいなんか世界出てみたらもっと日本好きになる絶対最近覚えたスラッグんですか はいということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはタビナス・ジェファーソ君ですお願いしますよろしくお願いしますイエーイいやーやっと来れましたいやー嬉しいですいやーほんと俺も嬉しいですからね初アスリートです いや、俺でいいんかないや、大丈夫でしょ。十分で大丈夫でしょ。いや、よかった。まあ、でも、いろいろ見てって、やっぱ、ハーフとか、そのミックスのこう出てて、これ、俺、いけるんじゃねえかなって思って、で、ちょっと、逆オファーさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、結構、まあ、知ってる方見るかもしれないですけど、サッカー選手、アスリート、プロでやってるってことで、今はあれなのかなタイで。 今、タイのブリラムユナイテッドっていところいプレーしてますね。いつかえっと、年今年の1月の、なんかサッカー選手って年に2回移籍できるんですけど、それが夏と冬、どこも大体あって、J リーグは冬に終わるんですけど、タイは夏に始まるんですよ。だから、冬に来たってことで、シーズンの半分から、 タイのブリラムユナイテッドに1月からはい1月だそうです今この撮影が6月の終わりなんでじゃまだ5ヶ月ぐらいだそうですね半年ぐらいやってうんうん帰ってきてで来シーズンからまたフルでって感じですそういうことかはい次からもブリブリラムでそうです来年来来シーズンもブリラムでプレシーンえあれですよね優勝したっすよねあ優勝しましたありがとうございます半端なンいえありがとうございます。 タイナンンバーワンですから一応ね一応ね、はい、<laughs> タイナンバーワンクラブのはい結構違うと思うんですけど環境ももともと昔からサッカー選手はなりたかったんですかやっぱうんそうですねなんかざっと俺がねいつからサッカー始めたのあんま覚えてないんですけど大体<ー>うん小学生の時にはもうサッカーやっててはいはいはい、うん、そこから 6, 6年生になって、はい、中学校の時にあ俺プロサッカー選手になりたいって多分 本格的にね、目指したのが、うん、中学生の頃だったかなって思います。はいはいはい。え、今、ディフェンスそうです、ディフェンスね。ディフェンスやってます。ディフェンスはどっちとこでサイドえっとね、僕は左のセンターバックと左のサイドバックっていう。そうです、そのポジションやってて。はいはいはい。左利きなんですよ、足はね。左利きなんだ。足だけ手は強制されちゃったんで。ああ、そういうことか。そうですね。俺きやったけど、みたいな。そうです。だから、ところどころ、 G 角以外はででも左ななんですよあそう箸だったらあそうなんだすげーな <laughs> えやっぱ左利きってどうなんですか結構珍しいからアスリートとかでは結構重宝されるのかなうんなんか左のセンターバックのポジションはもう結構なんか市場価値ってあるんですけど、はい、不動産価格みたいな、はい、選手にもつけられてて <laughs> それで言ったら左利きのセンターバックで185以上だったらもうそれだけでもう、うん。 バンって東京ぐらいの不動産価格になるじゃないですか <laughs> <laughs> そうなんだあそういう感じなんだそうなんですよ、はい、だからそれは結構特殊で、まあ、僕84とか3なんでそんなにないですけどそれでも結構需要は確かに、はい、まあもう背高いですからね45いったらまあまあでもサッカーだとやっぱセンターバックってこう真ん中のポジションなんで、はい、ヘディングとかあ,<ー>あとフォワードって190のやつらとか相手にしなきゃいけないんでそっか 185は、まあ、そのトップレベルだったらもう、マストかな、みたいな。えー、うん。うん。わ、そういうもんなんだ。なんか、はい。なってきましたね、だんだん。昔はそうでもなかったんですけど、今はもう、完全にアスリート化って言っても、こう、どんどん。はい,はい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 。あのね、その、 血,血じゃないけど、うん、やっぱ運動能力が高い選手がもっともっとみたいな感じになってきてますね。はいうんうん、あ、そういうもんなんですね。うん、なんかバスケとかは結構体格で決まっちゃうみたいなイメージある。はいはいはい。サッカーは俺あんまそういうイメージなかったっすわ。そうですね。ううサッカーは体格がここで、うん、バスケはもう体格こうで、はい、あとは技量がどれだけみたいな。でもサッカーは逆に、うん、7割ぐらい体格。はい、はいはいはい。で、そこの3割の幅で、めちゃめちゃ技量いいけど体格。 が、あんまりだなってやつとか、そこ、この技量次第で、ここはなんかごまかせる。へー。うん、じゃあ、バスケとか比べると、まあ、まあ、体格はちょっとカバーできる全然全然、バスケに比べたら。バスケに比べたら。うん、なるほどね。え、昔からずっとディフェンスファイったいや、もともとちっちゃい頃はね、もう体格生かしてフォワードだったんですよ。まあそうっすよね。うんまあ、結局そうなるじゃないですか。<laughs> そう、だから、うん、でも小学校の上の方になって、うん、なんかその、 ちょっとうまい系のボランチとか、はいはい、ボランチってあのミッドフィルダーとかやり始めて、うん、中学生になって、中学2年の頃かな完全にもディフェンダーになったですね。うん,うん、それはもう自分がディフェンス、それ自分で決めたんですかそれともコーチとかいやもうコーチが、チがその時の中学の恩師が、もうディフェンスやれああ、お前ディフェンスだったら輝けるみたいな。はい。 やっぱそういうもんなんですかね。そうなんですよ。へぇ<ー>まあそういう分岐点とか、はい。いろいろあって、まあプロになれたっていうのも、うんうんうん。あるかなって思います。なるほどですね。なんかちょっと、うん、まあタビラス君のと調べてて、ジェフ、ジェフのこと調べてたんですけど、うん、日本代表を目指してたという。そうですね。はい。17歳かな ?17 歳。はい、17歳の時に、一回その、日本代表の打診っていうか、うんうん、まあ僕その時、東高学園っていう、 結構名門中村俊輔さんとか藤本淳吾さんとか今で言ったら日本代表の小川浩輝さんとかが出てる学校でまあまあ名門にいたんでそれなりに活躍してたんでその時 U17 かなの日本代表の打診が監督のところに入ってそこで初めて「あ代表あるじゃん」みたいな「俺代表いけるかも」みたいな感じになった時に。 だからそこで、本当は代表ってこう、国籍とかいう、U アンダーの代表は国籍が違くても、例えば2つ国籍があってもどっちか選べたりするんですけど、僕の場合も国籍自体がなかったんで。日本の国籍が。はい。 なんでその時に初めて自分がフィリピン人って知ってて初め知った初めて。初めてっていうか、なんかそのまあ、フィリピンのパスポートは持ってたし、それも見てるんですけど、で、フィリピンの旅行とかも行くし、うん。でも、なんか初めて自分がフィリピン人なんだっていうのをなんか知ったっすね、それで。うん。まあ、そうっすね。お母さんがフィリピン人で、はい。で、お母さんがガーナです。ガーナだ。まあ 違のブレイジャンですよねそうですね。確かに。まあまあまあ、ブレイジャンは。ブレイジャンとしてはね。一緒っすよねだからそうですね。一緒よね。日本と、俺はカメルンなんで。日本っていうアジアの国とアフリカなんで。あ明日はブレイジャンになるんですかブラックとエイジャンでブレイジャン。ああ、そういうことか。ずっと何だろうと思ってうブラックとエイジャンでブレイジャンなるああ、そういうことですね。そうです。 初めてして。初めてした。勉強勉強。<laughs> 勉強勉強だ。え、じゃあお母さんがフィリピンで、<laughs> はい、お父さんの国籍なかったんだ。がガーナ。ガーナあるんですけど、うんうん、うん、なんか、そもそも行ったことないし。あ、ないんだ。うん、うん,う,んうん、うんか国籍。なんか、国籍、取るって話も、まあ、最近あったんですけど、はいはい、まあ別になんかあんまりかなっていう感じですかね。 結構ねアフリカのパスポートって俺の俺も持ってないんですよあ持ってないメールのパスポート持ってなくて日本のパスポートしか持ってなくてなんか父親に言わせるとアフリカのパスポートはなんかあんま使えないみたいな俺の父親も言ってたんだやっぱそうなんだまあ取っても取らんくてもいらんないんじゃないみたいなそうだねそうだからそういうふうに言われたんですよだか多分そう一緒っすね一緒だね使わない使わないしはいねえそういうことかえっ でも結構なんか多分知らない人多いと思うんですけど、うん、日本で生まれ日本ですもん生まれ日本ですもんねでほぼずっと日本に育ったわけじゃないかうんでもそれでも日本の国籍持ってないわけじゃないですかはいでそれを結構なんか他の国ってそれって結構目指しいっていうかああそうですよね結構そこの国で生まれたら大体そこの国籍もらえるじゃないですかうん,うん、うん、でも日本はもらえないじゃないですかもらえないですねなんかそれが結構特殊なのかなっていうそうですねなんかうん、うん あ僕、フィリピン代表も行ってるんですけど、うんうん、もうフィリピン代表は逆に、もうドイツとかイギリスとか、もうみんなハーフ、ミックスの子が来てるんですよ。はいはいはい。だから、で、当たり前のように、お前日本のパスポート持ってるでしょみたいな言われ方して。うんうん、いや、日本ってね、どちらか両親が日本人だと、あの、もらえるんですよ。結構簡単に。はいはいはい。でも、両方とも外国人で日本のパスポートっていうのはなかなか、日本で生まれただけじゃね。はい,はいはいはい。難しくて、それで来た。 っていうことになって、二十、うん、歳超えてから、えっ、ー、と、五年住んでとか、いろいろ書類をやってとか。20歳住,んで5年住いやそこはね、なんかもともとのその在留資格とかにもよるんですけど、二十、はいうん、歳から。まあ、五年っていうか、まあ、働いてて、うん、で、仕事があって、みたいな感じの。うん、いろいろ、僕も帰化しようと思ってたんで、調べてたんですけど、それがね、やっぱ時間かかるから。で、いつになるっていうのも言われないんですよ。うん、例えば、申請出した時に。はいはいはい 僕の先輩だったら、ニュージーランドの人が、うん、あの、帰化して、日本人になったんですけど、はい、それの人が5年かな ?5 年かかったし、たで、申請した時点では、で、1年でもらえる人もいるんですよ。あ、そうなんだ。うん、だからなんか、申請した時点では言われないから、はい、なんかその選手の旬が終わっちゃうんじゃないかなっていうのも、 結まあそれで取らないって判断になってフィリピン代表になったって感じですかねはい、はい、なるほどっすね、うん、いや結構ビザ問題はなんか結構リアルだなと思ってあ、はい、俺たちはちょっと分かんないからだ、ね、<ー><に>そうですよねそうか日本人で、うん、そうだから法律的には俺たちは日本人だからそうですよね あの、それこそ多分永住権で、日本の国籍は持ってなくて、うん、で日本国籍取ろうとしてもうまくいかなかったって話は聞いてたからへ<ー>、えぇ大なんだろうな、ぐらいしか思ってなかった。そうですね、うん。なるほどね。え、フィリピン代表になることを決めたわけじゃないですか。はい。で、まあさっき言ったみたいにミックスのことがめっちゃ多いって言ってたんですけど、うん、なんかそこで感じたなんか違いというか、ミックスカルチャーの違いっていうのかな。うん。とかってなんかありましたなんか、それこそ日本であんまり出会わないじゃないですか。うん、まあ今となったら、 なんかこういう SNS とかツールが発達して会うようにな会うってか見たり聞いたりするって増えたんですけどうん、うん、俺新宿東京生まれ新宿育ちのシティボーイなんですけど気に入ったじゃんシティボーイなんですけど <laughs> これ唯一のね自慢、うん、そうそうそうでそうそこでもまあ同じ学年にはいなかったしうん、うん だから全然、うん,うん、会うことがあんまりなかったんで。はいはいはい。でも、逆に、こう、日本人、純日本人がめっちゃいるじゃないですか。うん、うん。めっちゃ多い。そっちの方が珍しいんじゃねみたいな。例えば、<ー>海外とか行ったら、まあ、わかんないです。俺が出会ってきた選手とかは、やっぱ、どっかしらの血が入ってるとか、うこうミックスの選手とかが多かったんで。んはいはいはい。逆に、その今までいた自分の環境も珍しいんじゃねってなって、 なんかそこはあんまり気にならなくなったっていうか。うん、まあもともとそんな気にする方じゃないんですけど。うん、いや、世界広いなってめっちゃ思います。うん、はい。まあそうっすよね。うん、確かにね。いやでも結構やっぱ特殊ななんかこの世界っすよね。日本、日本って。そうっすね。なんか。どうなんかいろいろね、炎上とかも怖いんであれっすけど。<laughs> でも、でも本当に特殊かな。うん,う,んうん。だってパスポートの取得率、 だって世界で3番目とかに強い国じゃないですかパスポートで言ったらたでもそのパスポートを確か取ってる人20%ぐらいしかマ<ジ>、うんはいないそうなんだそうそれ聞いた時に、うん、あ,あ でもだからこそなんか日本の良さみたいなのあるじゃないですか。カルチャーが発達したとか。あそうですね。うん、そうですね。それは間違いないと思うんですけど、うん、なんか世界出てみたら、もっと日本好きになる、絶対。<laughs> うん、確かに確かに確かに。そうですね。間違いない。でもそれはめっちゃなんか日本人をすごい物語ってるなって思う。<ー>思うん、ね。パスポートってこ海外旅行に。 はい、行かないってことですもんね。世界はあんまり見に行かないっていうことだから。うん、そうですね。まあ日本でも住むっていうのはもういいことだと思うんだけど、うん、やっぱりなかなかね、結構海外行く人めっちゃ多いですけどね。やっぱなんか日本人って確かに海外行く人少なめっすよね。そうですね。他の国とても。てか、やっぱ俺の友達とかも今回のオフとかでタイ、うん、タイ人の選手とかでも、もう本当に何、何スイスとか、はい、あっちのヨーロッパ旅したり。はい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 、うんね。結構みんな、なんていうんですかね。 あの普通のローカルの僕の,何あのフィリピンとかの友達でも全然お金ないけど結構海外旅行するみたいなやっぱ旅行に何かはいはいはいかけてるっていうか確かに,確かに,確かにそういう人いるから<の>なでも日本にいたらお金ないならいや旅行どうしようかなみたいになるじゃないですか,確かに、うん、そんなんじゃなくて逆に旅行行くために仕事頑張るみたいなうん、うん、そういう人多いかな確かに。うん お確かにそそううですよねめっちゃそうだわ、うん、俺結構びっくりしたっすもん,なんかあのー、まあ俺は結構特殊だから、うん、親とかもやっぱ海外の、うん、まあ仕事もそのアフリカで仕事したりとかしてるから<ー>やっぱこういろいろこう世界を回る経験が昔からあったんですよだから結構行った国は多いんですよ多分他の人と比べても、うん、でもやっぱあのー、まあ友達は海外旅行めっちゃなん,かなんていうのすごい裕福にしかやんないことみたいなイメージが だけど俺アメリカに住んでる時とかはみんな結構いろんなとこ行ってるしそうですよね休むたびに旅行行くみたいなこの日休みだからサマーここ行くみたいなあマインド全然違いじゃんみたいなそうそうそんな感じすよね。ちょっと休みあったらすぐ国外が行くじゃんみたいな確かにね結構旅とか好きっすか旅行とか最近ねちょっと息子生まれてからなかなか行けないですけど日本国内でだから俺もそのマインドになる前は子供が生まれてからこう世界のこととか なんかいいろろ取り入れるようになったからでもその前ぐらいはなんか日本国内は結構行ってた感じっすねでもまあもともとめちゃめちゃインドアなんでうんあそうなんですか、うん、そう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 だ,っ <laughs> そうだからうん、うん、あんまりね海外は行けてないっすね最近はえっ 家でサッカーがもう模白だと思うんで、はい、サッカーしてる時以外は何すするんですかいやもう一緒っすよみんなとそんな特段めちゃめちゃ意識高い感じでもないから俺は、うん、だからもう本当に家でぐうたらしてますよ、えー、とかまあ最近はもう子供できたんで子供と遊んだりそれが多いかなあとなんだろうなでもこの1ヶ月の休暇は、うん、結構いろんな人に会って。 かなはい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 んなんかブログとかも出してるんですよねそうですねうんうんうんだからそういうので結構アップデートしていく感じかな自分をはいえなるほどですねまあちょっと子供はいつ頃できたんですかえっと二千二十二年かな<ー>に生まれてこと今月で二歳になるんです今月二歳だおやばいっすよやばいっすかじゃあ子供ってマジ賢いんですよあそうなんだもう半端ないですなんか多分 その知識がないだけでうん、うん、観察力とか人見る目とか全然子供のがたけてる気がします、えー、なんかもう本当にとにんか自分が安心したい人とか、うん、この人いけるなって思う人にはめっちゃ愛想振りまいたりしてちょっと怖いなっていう人にはもうやっぱり全然近寄らなかったり<ー>なんか感じるものあるんだろうなと機能できなかったことができるようになったりそれめっちゃ感動しますえーうん、最近はどういうことが何かあったですか最近はねなんか 飯食うテーブルが、はいあ、テーブルっていうか、飯つく、食う椅子があるんですよ、子供のはい、はい。あ、こういうなんかあの、テーブルついてる系のそ,うそう、テーブルついてるやつ。それをテーブルついたまま、はい、登り始めたんですよ。はいはい。で、いや、絶対登れないから、みたいな。<laughs> で、俺らの想像をはるかに超えるスピードでもう、挑戦したのがね、今、今月か、だから日本帰ってきて、初めて挑戦して、はい、無理で、うえで、俺を乗せろ、みたいな感じうその3日後にはなんか、 よみたいな感じで一人で座ってるんですよ。やべえな、と思って。<laughs> 俺負けてらんないわ。いつもなります。本当に。そうなんですね。そう、あれすごいな、の能力は。いは確かにね。え、今はでもタイに住んでるんですかでそうです。家族でタイに住んでます。今はじゃあ、と、一時日本に帰国そうです。はい。そういう感じなんだ。そうです。基本的にオフは1ヶ月ぐらいなんですか うんそうですね。1ヶ月オフやって、で、またプレーシーズン始まって、で、8月の6日から公式戦が始まるんですけど、また、<ー>そうすっす。だから。結構パンパンなイメージするんですね、じゃあね。うん。特にタイリーグはね、もう、1週間に2試合やるんですよ。うん、え<っ>あ、そうなんだ。そう、なんか結構日本の J リーグのチーム、うん、僕いた水戸、J2、水戸とかは、J2、はい、だったんでもう本当に、 1年間で42試合週1たまに連戦でみたいなのあるんですけどタイはもう普通に中2日試合と試合の間の中日が2日しかない時とかめっちゃあるんででも日本も多分 J1 のチームだったらもうそんくらいのスケジュールで動くんですけどタイリーグも結構それに近しいとかでも本当にそのバケモンのヨーロッパの選手たちはもう。 年間60試合とか70試合あるんですよ。それだったらもうシーズン中に本当に中2日、中3日、中2日、中3日。しかも移動もあるから。あ、そうですよね。やばいっすね。やばいっすね。それはもう正直異次元だな。あのパフォーマンス出せるから。はいはいはい。でもタイリーグも結構多分それに似せてて。はウィンターブレイクを取って、でまたパンパンに。そういうことか。じゃあブレイクちょっと多めにして、実際のシーズン中の試合がパーみたいな。そう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 ああ、そういうスタイルだ。 そのスタイルですね。えー、結構ちょっと違うんですか日本でプレイしてるととはそうですねてか日本は新幹線あるじゃないですかあ確かにあれすごいっすよ <laughs> <laughs> だからどこ行くにも大体新幹線か飛行機でだからもう何1 0時間以上かかんないじゃないですかかかんないです、ね、間違いない間違いない。間違いないプリラミナイテッドはまあないんですよな、うんでかって言ったらもう俺らそうオーナーがもうお金出してもうチャーターするんですよだから空港と空港でああ 基本、ブリラムには空港があるんで、もう空港から空港でもう飛べるんですけど。プライベートジェットみたいな。はい。もうプライベートジェットっていうか、そう、もう、その、チームだけのジェットがあって、もう、ピュンって飛べるんで、だいたいタイ国内だったら、2時間ぐらいあったら、もう、隅々まで行けるんで。へー。でもね、他のチーム、だ代表でタイ、タイでやってる選手もいるから、はいはい。どんくらいかけてきたのって言ったら、えっと、バスでバンコクまで18時間で、そっか、 からまたバス出してとかだからまあ20時間ぐらいかなみたいな「<laughs> いやいやかかりすぎだろ」ってそやっぱお金ないチームもあるんでそかう上と下がはっきりしてるからその金銭面なるほどっすね、うん、半端ないっすねそっかそ,それ聞いたら震えましたねやべえじゃんって負けた <laughs> 20時間移動、ね、したやつに負けたら俺もうどうすんのって何のためのプライベートジェット <laughs> 確かにそのプレッシャーもありますそうかそうかでも結構やっぱ1部リーグ2部リーグ3部リーグぐらいの3部までありますまあ結構お金で決まっちゃうんですかやっぱ強さとかチームの強さってうんそうですね僕のチームは大リーグって外国人がねえっと本当にどっからでもいい外国人が3人とはいえっとアジア人が1人はいでえっとアセアン枠って東南アジア枠っていうのがあるんですけどそこは3人なんですよ へー僕のチームそれをフルフルに活用しててしかも東南アジア枠でそのベルギー育ちのマレーシア人と日本育ちの俺じゃないですかはい、はい、で次のシーズンはえー、っとそのフィリピン人なんですけどイギリスのプレミアリーグでやってた選手が来るんでそれさ <laughs> 東南アジアじゃないじゃんっていう <laughs>。 だからもう、<laughs> そう、そういう選手にやっぱお金払えるってなったら。まあそう、ね、うんまあ、でも、そこに。次込むから、うんうん、だいたい。強さは決まるけど、でも、タイ人。もすごい上手いから。ああ、そうなんですね。うん、そこはね、お金で。そうですね。でも、なんか、日本、ジリーグみたいに、こう拮抗はしてない。うもう、上のトップ4みたいなチームがあって。はい,は,いはい、はい、はい。そこが大体い,い,いつも優勝争いしてるから。なるほどっすね。うん <laughs> まあ、しょうがない部分はしょうがないのかな、それでもね。そうですね。でも、その分、やっぱ、お金の周りっていうか、うん、そのトップ4に、だから、そのトップ4は、もう、タイ国内のリーグ優勝だけじゃなくて、アジアチャンピオンズリーグっていう。はい、は,いはいはいはい。アジアで、その、何どれだけ勝てるか、みたいなところにもフォーカスしてて。うん、そういうことが、どっちかというとね。うん、そう、だから、そこに、やっぱ。うんうんうん、まあ、そっか。はい、タイのサッカー、 を高めるためには、そこにちゃんと投資しなきゃいけない。そこで勝ってたら、またリーグのレベルも上がって、で、結局タイに還元されるみたいな考え方だから。なるほどですね。サッカーとかスポーツってすごいですよね。そうですね。なんか結構カルチャーとか、今、あの、ヨーロッパリーグとかも言ってるじゃないですか。やっぱそれ、やっぱ盛り上がるよなと思って。いや、半端ない。半端ないですね。半端ない。か、あの、国を背負って、やっぱ、何 俺はこの国の出身なんだってこう言えるじゃないですか、はい、確かに確かにあのスタジアムとかでうん、うん、あれって普段の生活してたらなかなかないじゃないですか確かに確かに確かにだからそれはまた熱くなれる一つの要素なんかなって思いますけどう、うん、そうですよねどうですかフィリピン代表として、うん、まあもちろんそのお母さんはフィリピン、うん、だからそのカルチャーとかも多分育ってきたと思うんですけど別にフィリピンで育ったわけじゃないじゃないですかそうですねだからそういう部分でなんかなんかフィリピン行く時に感じたこととかありました 俺はあプレーはでもやっぱその母の,その国を代表できるっていう喜びはもちろんあって、うんうん、でなんかそれを初めて母に伝えた時もすっごい喜んで内で喜んでくれたから「フィリピン選択してありがとう」みたいなで僕の母がそのフィリピンのカタンドアニストっていうマジでちっちゃい島なんですけどそこの出身なんですよ<ー>で僕ちっちゃい頃からもう1年に1回は絶対夏とかに帰ってて。ははははいはい、はいい でそこだともうな俺が帰ってくると街中のみんなが「お帰ってきた!」みたいな感じで歓迎してくれるぐらいファミリー感のある島でうん、うん、だからそういう人たちにこう代表としてプレーしてる姿を見せたらなんかめっちゃ喜びますねやっぱでもねフィリピン帰っても外人じゃないですか外人っていうか見られ方がねミックスだからだから絶対イミグレーションあのパスポートのところでこっち、はい どっちって思ったらフォーリンパスポートって書いてあってそっちじゃねえよって俺持ってるからって言ったらそうですよねでもまあ気さくだからあっちの人も別に悪気があってやってるわけじゃないからああみたいなサーリーサーリーみたいなそうっちねみたいな笑いながらうんまあまあまあそれもいいなって思いますけど確かにねまああるあるですよねまあそうですね俺とかも 結構毎回、こうん。英語とかで絶対話しかけられてるとか。間違いない。あ、うん、日本語で大丈夫です。一発、うん、一発言っとけて。そ,<う>それ全然気にしない。わかる。それは俺が来たら確かにそう思うわみたいな。だよね。俺も多分頑張って英語で喋りかけるなって思うけど。うんうん、もでもなんか、なんかその英語で話しかけられることによって、 ちゃんとしたコミュニケーションが取れない。まあそうねあの。あっちの方が英語難しいとか。かうん、うん。ってなったらもう早く日本語でこと済ました方がいいってなるときありますもんね。うん。<laughs> そうですよね。うん。え、実際に結構まあその、どうなんですかね。フィリピンとかはもう結構多いんですか、うん、あのー、まあ3日。みっ まあ、多分代表は多いと思うんですけど実際にフィリピン国内とかはどうなんですかね結構ミックスの人とかも多いのかないや多分フィリピン国内っていうよりもフィリピンの外でもうそのフィリピン人と結婚したりっていうのが多分多いかなだか日本にも結構フィリピンのミックスとかいるんです,すよね多いですよねうん、うん、だからそれが多分ドイツとかも多いし最近アメリカとかもよく聞くし結構フィリピンとハーフはいるっすね あそうなんですね。うん、確かに、フィリピンっていろんな国に移民し <laughs> あそるうそうそうそうイメージはめっちゃ、めっちゃあるな。そうですね。はいはい、でもやっぱ、そのフィリピン国内でやっぱ稼ぐよりも、うん、その外に出て出稼ぎとかの方が多分、うん、しかも女の人が多いんですよ。その、ですよね。ベビーシッターとか、はいはいはい、はいうん。そっちの出稼ぎとか、家事、何、家政婦とかで出稼ぎに行くみたいなのがやっぱ、はいはい なるほどそういうビだったんですね僕のお母さんはベビーシッターで最初来てへえでずっと結局やっててい。あそういう感じなんですねなるほどねえこれなんかあそこに書いてたんですけど事実婚そう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 だからさっきの多分ガーナのパスポート取らなかったっていうのに行くんですけど 外,外国人結構事実婚するじゃないですかなんか籍入れないみたいなうん、うん、そうでそれが僕の父と母もそうだったって感じですかね、うん、お父さんとお母さんと一緒に育ったんですかそれともそうですそうですもう2人に育てられたけどう、はい、どうなんだろうフィリピンでは籍入れてんのかそこは詳しく分かんないですけど<ー>でも日本の法律上結婚してないことにはなってますういうことか、はい、あなるほどねそうですだからタビナスも母の名字なんですよ あ、そうなんだ。あ、タビナスが、あ、そうなんだ。母の名字で、はいはいはい。だから多分僕と弟は、うん。タビナスの名字使ってで、うん。そうか、ジェフが名前だもんね。そう、ジェファーソンが名前だもんだから。あ、そうなんだ。あ、結構面白いっすね。そうっすよ。確かに複雑ですよね。え、どうなんだろうな。なんか、まあ、 これは結構、なんかまあいろんな人に、まあ俺も結構よく聞かれるんですけど、はい、自分のホームみたいなってどこで感じるんですかいや、もう新宿です新宿です、ね、東京新宿、新宿だ。<laughs> いや、<laughs> まあでもね、うん、ホームっていうか、そもそも、そう、で、だから、高校入るまでそこで育った、15年間か、うん、そこで育ってるから、もうそこがホームなんですけど、うん、国籍もないし、うん、うん、なんかそれはね、 でもあんま考えたことはなかったっすあ、そうなんでもフィリピンもホームだし、確かに。でもガーナ行ったことないんすよね。ガーナね。そう、それもったいない、今。損してる、めっちゃ。アフリカは、もうガーナ以外は一回も行っとないんだ。あの、ヨーロッパからあっち側まで行ったことないです。あっち側ってこっち側あれだけど。うん。そうだ、行ってみたいんすよ。確かに確かに。いや、アフリカ絶対行った方がいいと思うんですよ。なんか価値観変わるってみんな言いますよね。価値観変わるし、すげえなってなるなりますなんか、なるっすね。 やっぱ特に日本に住んでるとなんかすげえ言葉にしづらいんだよな。どうどういうあれなんですか。いやまあまあまあ普通になんかまあ思ったよりもうちゃんとなんか町っていうかちゃんとしてるんですよ。なんすけどちゃんとしてないですよね。なんかままなんか道とか別に舗装されてるわけじゃない鉄道とか電車も動いてないしみたいな。動いてない。動いてない。動いてない。あるんです。あるす。 あるの線路あんなに動いてない。<laughs> <え>多分線路がぶっ壊れて、それを政府が直さないから、うん。あ、なるほどね。そう。もうその手間かけるくらいだったら、もう動かさん方がいいわ、みたいな。そう,そうそうそう。で、政府がお金を握ってるんですよ、基本的に。うん。やっぱアフリカのほとんどって。で、政府がめっちゃ汚職が多いから。ああ、はい,はい、はい。その、下の人にお金が配られないっていう。あるあるっすね。そう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 。それで言ったらね、ガーナリーグってあるんですけど、うんはい、ガーナリーグが忘れたけど、アフリカのリーグなんですよ。うんうん。うんうん、コーナーキックなんかね、18回とか。 八でだからそのもうなんかみんなコー,ナーコーナーキーク蹴りに行くんですけど蹴らないみたいなだからその遅延行為でみんなイエローカードもらっていくみたいなこれ絶対八百長じゃんみたいなそれは見たことあるだからそのイメージはちょっとねあるそうなんですよね、はい、結構ね国政はだいぶ終わってるっすねなるほどねでもいい人も多いしすごいなんかま,まずなんかなんて言うんだろう なんか俺この間ストーリー見ておもろいと思ったのが、はい、みんなが対価だと思ってることが本当の進化なんじゃないかみたいな。というとストーリーを見て。うん、これ俺の感じ方なんですけど、はいはい、自分たちが進化だと思ってるのは、テ、はい、クノロジーが進んだってとかで、ねはい、人工物が出てきて、こうしてああしてっていうのが進化だと思ってるじゃないですか。うん、でも実は、本当でみんな対価だと思ってるのは、じゃあ物をなくすとか、物質的じゃなくなるのが対価ってみんな思ってるけど、本当はそれが、 本当の人間のちの進化なんじゃないかみたいな。ああ、なるほど。そというか、自分の自然と共同、うん、するとか、はい、自分の精神状態にちゃんと気を配るというか、うん、なんかそういうのって結構忘れがちというか、現代人は。 でもアフリカはそういうのをめっちゃ大事にしてるんだろうなと思うへえー、確かになんか俺らも、なんかちょっと気緩んだら、うん、あの人なんかあれ持ってるすげえとか、物、うん、で人判断しちゃう時あるじゃないですか。すね俺ね、それからめっちゃ離れたいんですよ。だからなんか、なんかすいませんね。なんか全然違う話ですけど。いや、全然いいですよ。なんか、資本主義あるじゃないですか。うん、もう本当に、稼いだ人が偉いみたいな。はいはい、でも資本主義にどっぷりつかればつかるほど、俺は幸せとは逆の方向に行くんじゃねえかって、 多分さっき言ってもらった話と近しいんですけど。いや、めっちゃその通りうん。なんかお金とか地位とか名誉を追えば追うほど、うん、あの、何その幸せとは遠くなっていくんじゃねえかってなんか勝手に最近思うようになって。<ー>うん。なんか、そうじゃなくて、身の回りの家族とかと一緒にいる時間が本当は一番大事なんじゃないかとか。うん、確かに。こんなもんなくても別に生きていけるし幸せなのに、人って 欲し例えばまあ俺今日時計買ったんですけど、うん、時計が欲しいってなったら時計を買うまでなんか俺は不幸な人間になってしまうんですよその欲望が満たされるまでうそういうことか今言語ができないんですけど、はい、なんかそれって貧しくねって思ってはいはいだからあの最近はねそういうのから離れようっていう、うん、気持ちで言いますえーうん、そうそうそう,そういいっすねいいっすねはいまあでも子供といる時間もプライスするじゃないですかそうっすね 今しか見れない成長もあるしだから逆にこの職業でそれは良かったなと思いますまあ遠征とかあるけど、うん、でもこうやって1か月とかまたまたオフがあったらずっと一緒にいれるから確かに確かに <laughs> それはめっちゃいいなって思います確かに珍しいですよね、はい、なかなかねそんな教師ぐらいですもんね 夏休み、冬休みやんああ、まあ確かにそうですね。うん、確かに。確かに、確かに。ええ、いや、でもタイってどうなんすかタイの生活めっちゃ気になるっすけど、面白そうだけど。ああ、タイね、めっちゃ暑いっすよ。マジで。え、それは、もう、マジやばいってことそれとも、あ、普通に暑い。ああ、もうホット。ホット。普通にホット。天気が暑い。なんかね、俺、そう、それこそ12月ぐらいに行ったんすよ。で 12月でもう普通に30度超えてて、暑っつって思ってる。12月で30度そ,そうそう。<ー>で、なんか、チームのやつに聞いたら、大丈夫こっから涼しくなるからつって。で、本当に涼しくなったんですよ。17度ぐらい。<ー>夜は17度で、ちょっと長袖着きないと寒いな、みたいな。2>, うんうん、2週間で終わった。<laughs> <laughs> そうなんだ。<laughs> 2週間、3週間したらもう暑いじゃん。おサッカーやれる気温じゃねえよ、つって <laughs>。基本、だから朝、あ、えっと、 今日,日本にいた時は朝練だったんですよ、うん、10時から。はいはいはい。でももうそんなできないから。<ー>だから、夕方の5時から練習するんですよ。あ、そうなんだ。ってなったら、まあ、4時ぐらいに家出て、まあ、練習の準備。だいたい1時間前ぐらいにグラウンド入って、筋トレだったり、こう、自分のルーティンみたいなのこなしていく。うんうん、で、8時に終わったら、もうそこからまたフリーだから、<ー>そう、トータルしたら、その、頑張れば4時間。 で、仕事、完結かな。へぇ<ー>、はい、あ、そういう感じなんですね。そうですね、はいうん。でも、まあ、その分、いろいろね、プレッシャーとか、まあね、いろいろあるけど、でも、うん、その、拘束される時間自体は、まあ、遠征とかでもあるか。遠征あったら、また家開けちゃうから、うん、とかあるんですけど、まあでも基本、そんな感じですね。スタイルは。はいはいはい。めっちゃ気になってたっす。アスリートの一日ってどんな感じなのかな、はい、みたいな。あー 人によるっすね。うん、だから、例えば俺は連戦とか、その、結構試合が続いてる時とかだったら、はい、もう全然本当にもう、できるだけもうどれだけ回復できるかなんで、もう中 2>, <ー>2日とかになってくると。とそかそかそか。そ,かそ,かそう、自分をなんかこう、トレーニングする時間とかが、はい、全く取れないから、うん。うん、そしたらもう映像とかで、こう、試合見てとかになるんで、うんうん、ずっと家にいるっすけど、はい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 。でも逆に、これから始まるプレーシーズンとかだったら、 もう逆に上げていかないといけないんで、もうシーズン中はほぼできないから、うん、そこで、まあ午前中筋トレして、午後サッカーしあ、練習してみたいなのに入っていくっすね。うんうん、なるほどね。そうだ、シーズン中は結構暇してる人多いんじゃないかな。逆にそうなんだな。はい そっかそっかかそそういでうんんすね。まあでも回復しなきゃいけないからね。そうそうっすあ。えどういうふうな回復の仕方をするんですかじゃあレイン戦があります。い回復必要だわ、はい、みたいな。<ー>いうん。時はどういう旅なす式回復方法みたいな。いや大した参考になんないけどでも本当に俺はめっちゃ食って寝て <laughs> でそうっすね。もう本当にめっ食って寝ての繰り返しで練習してかな。 なんかリリカバリーすなんか変な,なんていうんですか高圧線なんか変な入りますみたいなのはないかなとか、うん、できるだけ自力で食って寝て繰り返しそれでも無理だったらトレーナーの人にマッサージ頼んだりあ<ー>、うん、っていう感じですかねやっぱちゃんと食って寝るのが一番回復なんかいや間違いないだからもう睡眠俺とか大体子供と一緒に寝るんで9時ぐらい寝て、うん、え夜のそう,そう,そう早いい時ぐらい寝て子供は起きる 7時とか8時ぐらいに起きるんですけどうん、うん、そうっすねそういう生活ですね、えー、結構寝るっすね、うん、じゃあね10時間寝るっすねうん、うん、寝れる時に寝ますもん。うん,うんそういうもんかはいなるほどっすねすげえないや体調管理とか超大変じゃないですかなんか俺アスリートとか、うん、なんかめっちゃ食事とか気にしてるイメージあるんですよ、うん、あでも食事は気にするっすね、はい、なんかもう俺的には 添加物ってかあの人工甘味料みたいいなな取らない砂糖とか、うんまあ、今オフだから取る時あるんですけどでももうそのできるだけそういうものは避けてるですねだからその原型をとどめてる食事だ野菜とかん、はい、あんまり加工されてないものを取るようにしてますこんな生きってるんですけどほとんど奥さんだからね。<laughs> <laughs> <laughs> まあそうでもアスリートくさあるらいじゃないですかうなですもうなんかもう栄養を退治みたいな,、うん、な栄養紙免許取る人とか多くないですかああいるっすねいるすですよね、はい、もうだからでも俺は逆もうそんなのはいいから、うん、もうなんかもうタンパク質とミネラルとって、うん、もうタンパク質さえ取れてたら、うん、基本なることになるんですよ 怪我もしてないし。でも俺めっちゃ風邪ひくんですよ。風邪ひくんうん。なんか前までその奥さんと一緒になる前まではマジ月1ぐらい体調悪いなてあったんですけど。<laughs> 結構大きいんだよな。そう。うん、でも奥さんとか、まあいろいろそのトレーニングの人とかに教わって、うん、その人とかに教わってからもう半年に1回、1> えー、引くか引かないかぐらいまで持ってきてるから。それはどういうことをしたらいやでも本当にさっき言ったみたいに、うん、その人工甘味料取んなかったり、はい もうそのできるだけ加工されてない食品を取るっていうのをうん、うん、やってますねはい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 えっこれ聞いてもいいかちょっとわかんないですけど、はい、何がそれ加工されてないものなんかみんながちょっと勘違いしてるはい、はい、これ食わない方がいいよみたいなとかあるんですか,い,かいやーどうなんだろうどうなんだろうでも俺は本当に原型をとどめてるものを調理するのはいいと思う ああ、肉、野菜。肉、野菜。でも、なソーセージとか。ああ、なるほどハムとか。はできるだけ取らないようにはしてます。そういうことか。はいはい。なるほどっすね。原型ってそういうことか。そうそうそう。なんか、あ、大体これは、なんだなってわかる。うん。食材が。かな冷食とかダメですかやっぱ冷凍食品。冷凍食品はね、ありがたいことにね、あんまり食べたことないんすよ。あ、そうなんだ。そう、もう母親も多分、健康にめっちゃ気使う人だったんで。はい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 。 だからそういうのもあんまりなかったかな。もう共働きだったんですよ。お父さんか、ね。そう、でも作り置きとかでやってくれて。すごいな、うん。そうっすね。でもちっちゃい子、ファミチキ好きだったっすけど。<laughs> ファミチキはどうなんだろうね。<laughs> 母親の苦労をすべて台無しにしてました。<laughs> ファミチキ食べまくって <laughs>。もう。 道京で何入ってるか分からないからな。味濃いのとかもちょっと危ないですからね。そうですよね確かにしかもあの辺とか多分結構あれですよね。加工系の。たぶね。そうですね。ああ、なるほどね。そうそうそう。健康重要っすからね。いやもう健康第一っすよ。健康第一っす。めっちゃ思う。何かを、だってやっぱ自分の資本と時間はもう誰でも平等じゃないですかね。それをどんだけ大事にするかみたいな、勝負なんかいいいな間違すありがたいことに怪我はし 今まで大きなな気がしたことくてでも例えばお金の話になったらあれですけど例えば4試合出れなかったら言ったら4試合分の勝利球稼げないわけじゃないですか勝利球とかボーナスみたいなのがあるんであとは出場球とかいろいろあるんですよだからそれを言ったら失うことになるじゃないですか怪我したら無条件にコンピティションにもならずにそうですね それは確かに体大事だなって思いますまあお金だけで考えたらねわ、ねうん、分かりやすい例でまあでもそれがお仕事としてやってるからそ,、ね、そうす、ねはい、えそれちょっと聞いてもいいですかあ全然全然どういう仕組みでやってるんですかプロサッカー選手あ基本的にチームによってなんですよでもまあ基本的にあるのはえー、まず基本給って言って、はい、まあ年俸じゃないですか年俸だうん年 で勝勝勝利,級勝利級勝ったら勝ったらいくらとかそれはその試合に出れてればってことですかそれも結構細かくされてて、はい、本当に太っ腹のチームは1分でも出たら満額みたいなへえ<ー>とか全然半分しか出てなかったらもう半分みたいな<ー>で最後の1分とかだったら4分の1細かく分かれてるチームもあればまああって、はい、でそしたら勝利級で出場級っていうのもあるんですよ、はい 出たらそれは大体1年間通して例えばなんだろう例えばうん19試合フルで出たらこの、はい、こんくらいとかうんそれを、えー、次の年の年俸に組み込む人もいるしもうそのままそれがボーナスとして払われる人もいるしそこはまちまちなんですけど出場権でしょ、うん、そしたららメーカーカからも 例えば自分のスポンサー、アディダスとかうん、うん、ナイキとかからも入る人もいれば、でもそれは本当に少なくなってるから。ああ、そうなんですね。うん、そうですね。だから、優勝ボーナスとか、うん、まあみんなが思いつくあたりのボーナスかな。あと得点球か。得点球。得点球。で、ディフェンダーだったら無失点球っていうのもあって。 へー。あ、そうなんだ。無失点に抑えたらいくらもらえるみたいな。マジではい。もう、そこにボール、もうめっちゃエグいシュート飛んできても、頭出さなきゃいけない時とかありますからね。そうですよね。しかたない。かまあ、チームの勝利のためだから。確かに確かに確かに。半端な。そう、だから多分サッカーの試合とか見てたら、なんか例えば5対1とかの試合あるじゃないですか。ディフェンダー多分ちょっと、渋い顔してるかもしれないです。 言ってなかったらもうちょっとお金増えたのにとか、まあ。そんなね、そんな感じでやってる人もいないですけど、でもまあそれも一つの指標じゃないですか。ああそうですね。そうそうそう, <laughs> そう。だから俺が知ってるチームで、例えば勝利球がわ、まあ、かりやすくね、言ったら100万だとするじゃないですか。<laughs> うん、でもそれは無失点で勝った場合が100万なんですよ。はいはい、で、えー 失点したけど勝ったら80万とかはい、はい、もう失点した瞬間に「はいー」みたいな <laughs> もう「はい20万なくなった」みたいな <laughs> <laughs> っていうまあ冗談でサッカー選手の間でね <laughs> そうそうそうお前らそ,そ,そこのチーム正直どんくらいなのみたいな。 ときはそういう冗談もあるかなそうなんだそあでもそれ結構知ってると結構おもろい感じの見方なるああこいつ無人天気失ったみたいな確かに確かにええおもろそうなんすねそうそうでもそれそうかそう考えると確かにそっかうんまあでもモチベーションにはなるすもんねそうそうだから払う人もそれがモチベーションになればいいやと思って払ってると思いますねなるほどすねへえおもろいな なるほどすげえなえちなみになんですけどんかあのまあサッカー選手としてあの結構俺気になったのはノートとか YouTube とかはいはいはい結構いろいろ発信してるじゃないですかはいこれはなんかきっかけというかなんかあったんですかやろうと思って理由というかそうですねもともとその俺は消費する側よりも作る側が好きなんですよだから例えば YouTube とかも見る側じゃなくて作る側にが興味あるみたいなあ,あそういうことそう見るよりもいやじゃあ作った方がよくねみたいな、うん、で感じで、まあ、好きだからやってるっていうのが、まあ、一番なんですけどそれこそ最近ラジオとかでちょっとずつラジオ出そうと思って1か月前ぐらいからやってるんですけどこれはもう完全にこれ見てあや、はい、<laughs> そうなんだから <laughs> で、今回呼んでもらえたじゃないですか。バリー嬉しくて。そうそうそう。だから、でも本当に作りたいものを作るみたいな。あんまりだからね、受けは良くないですけどね。はい、良くないですけど、でもなんか、あと自分の日記とかにもなるじゃないですか。ブログとか、Vlog とか。だから、それでやってる感じですね。なかなかね、 やる人少ないと思うんですよね。やっぱ少ないですかね。最近増えてきたっすけど。うん。でもアスリートはまだまだっすね。そうっすよね。とか自分でやんないっす。みんななんか企業とか、企業っていうか、その誰かアシスタントみたいなのつけて、そういう人がもう編集とか全部やるじゃないですか。はい。もう俺ゴリゴリ自分でやってる。自分でやってる。はい。すごくねまあでも大した編集できないですよ。それこそ。ミュージックビデオ作ってたじゃないですか。あれえぐいな、みたいな。そんなのできないですけど。うん。なんか、 でもよくよくはなんかそういうのもなんか作りてえなとか思います、えー、はい俺何かインスタグラムでカラコレみたいなカラグレしてる子供の映像こうパッてつけてるみたいな映像やってますでしたそうやってますあれっていうかカラーグレーディングなんかそ,のそれこそ iPhone でろう撮影ができるようになってああそうええこれハンディゃんみたいなで今までフジフィルムのカメラ使ってなんかろうで撮っても,もうパソコンに入れたくそ重いし誰が作ると思ってたけどはいはい、はい <laughs> <laughs> そうでもなんかそうこれできんじゃんって思ってやってみたらめっちゃ楽しくて<ー>そ,うそれでなんか作ってみた感じですねへえ<ー><ん>いいっすねもっともっとできるようになりたいですけどねえでもアスリートとかでこう自分でコンテンツ俺はもっと作った方がいいと思うんですよねあ<ー>なんか,せなんか、まあ、これは結構その俺の持論とかになっちゃうんですけど、はい、今の時代ってもうほぼ SNS じゃないですかそうっすね、うんでその時に やっぱこれは、まあ、俺らはまあヒップホップの人とか関とわることが多いんで、はい、ラッパーとかもそうなんですけどやっぱ海外で今やっぱ人気がある人たちとかってちょっとこれ語弊はあるかもしれないですけどラッパーをやってるコンテンツクリエイターと思うんですよね。わ<ー>かりますわ、ね、かります。ますはい、コンテンツを作るでそのコンテンツの形がラップみたいなあ、はい、でそれをこうじゃあ自分のどうしたら自分の曲を伝えるかみたいな感じでインスタグラムを使ったりとか。 まあ、TikTok 使ったりとか,、うん、なんかそういう風にしてる人がやっぱり成功してるイメージがあるんですよ。間違いないなとってかでもなんか俺がそこ難しいなって思うのはアスリートは逆にじゃ知名度がめっちゃあるからってすっげえいいクラブにオファーをもらえるとかはないじゃないですか。逆にラッパーとかそういううい人たちはもう シンプルにダイレクトに曲が売れるじゃないですか。かかアスリートはそこに技量が伴ってないと難しいし、まあ俺はあんまり気にしないからやってるんですけど、うん、やっぱサポーターに、まだ言ってる人いるんですよ。なんか、お前はサッカー選手やろみたいな。サッカーもっと頑張れよみたいな。<laughs> いや、待てよ。サッカー選手は一人の人間やからみたいな。<laughs> うん、で、一人の人間としてやりたいことをやるくらい許してあげてよってなんか思ったりもするんですよ。だから うん、なんかそこはまあ難しいけどでもやっぱ見たいですよねシン,プルにいやシンプルに見たいと思うけどな、うん、サッカー本当に分かんないですよスポーツファンの方すごい激しい方とかもいるじゃないですかだからもうめっちゃ文句言ってくる人とかもいそうやなみたいな、うん、めっちゃ遅いやなみたいな、うん、思うけどそうそうなんか本当に若い子とかだったら多分そこで誰を応援するか,とか決めると思うんですよ。うん、それからなんかあこの人 いるんだじゃあ、このチーム見てみようとか、うん、そういうのにつながって、もともと大きい市場がもっと大きくなったりするじゃないですか。なんかそういうのもっとあったらなって、俺も思いますね。確か,に確かに。はい、しかもスポーツ選手、アスリートとかって、やっぱさ、あのー、スポンサーとかもつくじゃないですか。はい,はいはいはい。そういうところをやって、やっぱ数字あった方がスポンサーの方が使いやすい,<ー>やすいんじゃないかな。分かんないですけどね、そこら辺はかんない。あ、まあ、確かにそうですね。どうなんだろうみたいな。でもなんかそういう人は、多分もう個人でつけちゃうんかな。<ー>もうその、個人の YouTube とかに、もうスポンサー つけてるる人もいるんじゃなるほどっすね。はいやまあなんかそういうのをやってもいいのかなって思うんで。じゃあ俺もっとガンガン出していきますわ。いやもうガンガン出した方がいいですよ。<laughs> です絶対。<や>なんかリールとか出した方がいいです縦型は。方の<ー>一番伸びると思うです。へぇ<ー>。俺の,きあの感覚では。てか前なんだっけなあのあのなんだっけ遊びじゃねえんだよあの人のリールヤバくないですか <laughs> あれ。 あの人のリールだってエグいのバズってますよ、ね、バズってるバズってるやばいなすげえ数でフォロワー増えてるっすね今ねあマジっすかそう俺もなんか一個だけバズった動画があるんですよ、はいはい、それも今非公開にしちゃってるんですけど<ろ>家族の2023年ありがとうみたいな<ー>家族の家族であの何写ってる写真とか思い出とかをバーって写真でやったんですけど、はい、それがね 何回再生か忘れてたけど、30万回再生届きそうなぐらいバズったんですよ。<ー>で、なんで消したかって言ったら、バズってると思ったら、多分それ、めっちゃ、なんか人種差別のコメントがね、バーってあって。え,えそ,うそうそう。で、なんかその、多分許せない人がいるんですよ。その、黒人系のミックスと、その、日本の、はい、まあ、僕の奥さんめっちゃ美人なんですよ。はいはい、美人の人が、なんかこう、幸せそうにしてるのを、許せない人が一定数いるみたいで、 そうそれ、その人がバーってコメント、そういう人たちのコメントで溢れてて、うん、どこの国かわかんあ、全然あれですよ。日本の方じゃないです。ないんだはい。もう海外のコメントだったんで。白人ってことですかは白人でもなさそうですね。<ー>なんかちょっとあんま、どこの国とか言ったら、これめっちゃグローバルだから。あ,<ー>あれだから。<laughs> そうですね。後でちょっと見てもらいたいですけど。<ー>そう、なんかそれがね、まあ、俺一人言われてるぐらいだったらいいんですけど、家族になっちゃうとね。うん,うん。 だから家族あんま出さないようにしようってそこで決めました。ああ、そうなんだ。そうっすね。うわーえぐいな。いや、でも結構ありっすよね。うん。なんか思うっす。俺らもこれ絶対人種差別的な個別ンだよな、みたいなも結構あるっすあ、やっぱそうっすかうん。あるっす、あるっす。まあまあまあ。半端ないよなそういう人って幸せじゃないんだろうなって、まあ思ったりもしますけど。うん。ん。なんすかね。やっぱでも、日常のストレスかなとか、やっぱ、 あれじゃないですかそれを書いて落ち込む人を見たら、うん、うわ聞いたみたいな思う人もいるんじゃないですか,そ,ううかそれでなんか続けてやっちゃうみたいなやめてくださいそういホントに <laughs> でも結構思うじゃ結構あれも書いてたノートで、はいあのー、文化の登用とブラックヘアについての記事書いてたじゃないですかなんかそれそれは多分俺あの記事めっちゃいいと思って<ー>ちょっとその話をちょっとしたかったんですけどあなるほどなんて言ってたっけえっと そう,そうですねだからそのドレッドヘアにすることは文化の登用かどうかっていう,うん、うん、結論から言ったら俺はまあ日本で育ってるし、うん、あのそういう、まあ、言ったらただ色が黒いってだけでその文化をだ僕そちょうどドレッドヘアにしたんですけどドレッドヘアにした時にふと思ってあこれでなんかそれを文化の登用っていう人もいれば。うん いやいやいやなんかそんなのはなんか逆に自分たちでなんか自分たちをプロテクトしすぎだろうみたいな人たちがいてこれってどっちなんだろうって思ってなんかちょっと投げかける意味でノート出したんですけど、うんうん、なんか俺はその日本で育って日本の文化も知ってるから、うん、例えば日本の人がそのやったら別にバカにしてるとか、はい、そういうのはなんか全くないんじゃないかなっていうのはなんか俺の意見で。はい、うん そうかななんだからもう全然それがバチクソかっこいいスタイルだって思ってやってくれるならそれは俺も嬉しいし、うんうん、俺も嬉しいっていうか俺もそう思ってやったからでもなんか逆に昔の人はとかあのアフリカの人はチリ系でこう伸ばすことができないから編んでるんだよみたいなノートっていう記事とかいろいろ出てきて。 じゃあそれができるのになんでわざわざこの不便な髪型をするんだいっていう人も、うん、まあその意見もわかるけどでもそもそもその人のスタイルでそれがかっこいいと思ってやってくれてるなら、うん、おなんか俺は別にいいんじゃないかな、うん、例えばそれバカにするために黒縫いにしてドレッドヘアのなんか,かつらかぶってとかだったら、うん、おいちょっと待てよってなるんですけどうん、うん、じゃなくてシンプルに。 まあでも背景知らなくてそれをやる人とかも、まあ、いるけど、うん、でもそれって誰かがやっててかっこいいなって思ったからやってるわけじゃないですかそれはもう全然ウェルカムなんじゃないかなとは思いますねうんうん、うん、そうですね、うん、そうですねいや俺もあんまり何かか話ですけど、うん、全然あの似合ってる人似合ってるし、うん、全然なんかやめろよと思わないです、ねうん、全然思わないですね、まあ、ただ、まあ、N ワードああそれはダメよ <laughs> <laughs> それは、なんか、俺も使わないですからね。はあ、<の>使わないんだ。俺も使わないです。はい、使わないードやっぱ。俺は全く使わないです。だって、俺はその文化じゃないから。例えば US で、うん。で、本当に日常的に友達が、さあ、うん、みたいな感じで来るなら、うんうん、もう、まあ、そういう人は使ってもいいと思うけど、うんうん、N ワードは俺は使わないし、うん、それを、もし、でも、あの、違う人種の方に言われたら、 うんとはなりますけど。うん,うん、うんうん、でも、それもなんかやっぱミックスとかいろいろ今多くて、はは、うん、はいはい、はい、難しいじゃないですか。じゃあ、どこで線引きするのって、そこなんですよね。そう。なんかそう簡単にラインを引いたら、なんかそれもそれで良くないな。うん。難しい問題ですけどね。そうね。でも、だ俺は使わないから、うん。あんまり。うん,うん、うん、とか。 言ってくる人は本当に人種差別以外の目的で言ってくる人には出会ったことないからその YO! みたいな感じの挨拶とかで気さくな感じで言ってくる人にはまだ出会ったことないからまだ分かんないって感じですねうん,うんなるほどですね確かに確かにたまにいるっすからねあの何かよくわかんないラッパーとか <laughs> あ<ー>あマジか、ね、あ,あるな <laughs> いるっす 確なな今て言ったみたいないるですからねそうだそれみたいな俺は思うんですけど俺も使わないんで別にそんな使わないし行ったことあるしでも二常的には使わないんでそうだからどうなんみたいな俺もうそれ出てきたらもうそうラッパはないなってなっちゃいますもんなっちゃいますよねえラッパも聞くんですか聞きますねババリリ ジャパニーズヒップホッププ。ホジャパニーズ HIPPOP。はい、<Yeah. S 2> えっ誰が好きですかジャパニーズヒップホップだったなんか入りはそれこそゾーン o n でいいじゃない、うん、ですか、ね。ZOON、はい、で入ってでそこから最近のそれこそあのラルフさんははい、はい。さんっていうのも変全然知らないんで <laughs> とかジュマディバさんうん、うん、ジュマディバさんっていうのもやっぱ変です。 そうそうそう <laughs> でそのジュマディバさんとは一回その幼なじみのつながりで会ったことあってあ,あそうなんだそうでその時にまあその時はまだジュマディバって名前でやってなかったそうなんだはいはいはい、はい、でそうとかあと最近出たワトソン、うんうん、とかもうそっち系ですね結構ドリルが好きなのかあ,あそうかもしれないですうでそう最近やっとだから英語、うん セントラン・シーとか、えー、デイブとか,ブとか聞くようになってもう全然そっちはまだディグれてないんですけど日本語ラップマジ熱いなってずっと思ってます、ねはいえー、あれやばいななんかやっぱ日本語でしかできない表現ってあるじゃないですかまあそうですねうん、うん、それはもうちょっともういつもこんな車で練習とてうん とかもうゾーン、それこそゾーンの入りがもうあの、何年前だろうあれ。8年前とか、あの、洗濯物干すのもヒップホップ。もうあれで入って、もうそこからもうどっぷりっすね、はい。どっぷり使っちゃった。いや、いいっすよね。いや、半端ないっすね。やっぱインカ硬いし、うん、日本、結構日本語だからいいっていう感じがするす、うんうん、そうっす。あと、なんかその、俺は逆に、ギャングスター ギャングカルチャーが分かんないから、うん、あんまりそっちの、だからそれ US 入ってこなかったんかな、と思うああ、そっかそっか。そう、薬物とかも。はいはいはい。まあ、いなかった。まあ、いたか。新宿でもないのかな。いや、いるっすね。ですよね。新宿だってあるよね、後や、やっちゃってんなってやつはいたっすね。うん。でもそういうところでは育てなかったんだ、そうっすね。なんか俺は。 俺逆にあんまり人と関わる関わらなかったっすね<ー><ー>結構自分まで主人したのからそうっすねもう俺は俺だしみたいなスタンスだったからうんえありました逆に肌の色黒いとかで、うん、なんかよくあれじゃないですか肌の色黒いって仲間外れにされるとか、はいはいはい、ああうんあったっすよあ,あったっす仲間外れというか、うん、まあちょっといじめられてたんで なんかそこをひっくり返してなんとかめっちゃ友達作って逆にそいつ前の日にしないでましたなるほどね <laughs> そしたらいじめられたいじめだけだったっす俺はもうシンプルにやっちゃったっすからねやっちゃったやっちゃった小4の時に <laughs> いやでもそれはそいつじゃなくて小4の時に小6のあの人がなんかその俺別に暴力とか全く振ったことなかったんですけど喧嘩とかあんましたことなくて初めてなんか その、俺の肌の色が気に食わないっつって、喧嘩吹っかけてきたんですよ。す小学校の校庭でね。半端な。<laughs> ここにしてやりましたよ。<laughs> で、そうしたら、なんか今まで、うん、はい、お前仲間外れ、みたいな感じで言ってたやつも、うん、ちょっとこいつおっかねえんじゃねえか、みたいな。<laughs> ってなって、めっちゃ友達増えたす、ね、あ、そうなんだああ。友達増えたって、別に、その、めっちゃ友達がいるわけじゃないですけど、うんうん、でもそうやって、なんか、俺のことを認めてくれる人、その時は暴力かもしれないですけど、がめっちゃ増えた。 結果、喧嘩吹っかけられたらしょうがないですよね。そう、もう仕方ない。やるときはやんない。やるときはやんない。確かにね。ぽっこぼでした。保健室呼ばれて。でも、俺は逆にその、同い年とかでもなかったもう上だから。ああ、まあね。やるしかねえ。上ポコポコにしたら強いな。そうそう。ええやったっすね。そうだね。なんか嫌だな。喧嘩自慢みたいな。いや、でもたまにはやんなきゃいけないっすよ、そういう時はね。え、団地とかじゃなかったんだそうやって。あ、全然全然。普通の。 マンションか。普通のマンションだ。あ、じゃあお父さんお母さん頑張ってたんですね。そういうことっすね。そうですね。結構重要だと思うんですよ。なんか俺結構やっぱ多分知らない人多いかもしれないですけど結構日本も団地結構あるじゃないですか。はいはい。やっぱアメリカでいうプロジェクトみたいな。そういうのを多分あるって知らない人結構海外の人多いと思うんだけどあるんす。あるじゃないですか。はいはいはい。普通に。で、俺結構周りの子とかも特にハーフの子とかミックスの子は結構みんな団地育ちで俺もそうだったし。へえ。なんで結構 周りはやっぱちょっとグレることが多かったですね。なるほどね確かにでも俺全然グレるってかそっち系のこと一緒にいたこともあったっすけど俺はやんなかったなって感じですね。俺もやんなかっっただから流されるなんだろうな流されることがねちょっと抵抗あるっていうか俺は俺だしなっていうのがなんかすげえ強かったっすね。なるほどすすねねめちちゃゃくいいそれは 良かったですねもう当に。ね。じゃないと今この立場に立ってないっていういや本当にこの、でも、ちょっと油断したら、あっち側行っちゃうから、あっち側ってちょっと暗い部分に行っちゃうじゃないですか。そうですね。新宿だしね。そう。良かったと思って。確かに。新宿で育つってすごい大変なのかなと思ったです、勝手に。ああそうですね。誘惑はあるかな。そうですね。とか、俺、中学のにそに、渋谷のクラブチームだったんですよ。あ、はいはい。うん。 新宿のラブホ街とか自転車で爆笑してましたから、ね、<laughs> そうだからなんかそういうのとか歌舞伎町とかばあ横切ったり、うんね、はいはいはいなん,かなんかそういうのも見てるからうんうん、うんうん、本当に一歩間違って行ってたなって思いますもんすね、うん、近いっすもんね,すねそうすねあいしね、うん、えー、いやでもさ <laughs> 結構なんか俺的に、うん、あの歌舞伎町で、はい、こう いいるじゃないですか結構アフリカ人の黒人さんが結構客、うん、引きって言えの何してるか俺もよくわかんないんだけど客、うん、引きか基本的にはなんかそれってあんまりイメージ持ってないいいイメージ持ってない日本人とかめっちゃ多いなんいるいるいる、うん、どうすればいいのかなみたいなどうすればいいのかってむずいけどああどうすかそれとかそれで何かその店に呼んでぼったくっちゃうじゃないですかでも俺はね逆にも必死だからうん、うん でも、じゃあそれ日本、も多分日本人が一番釣れやすいんやろうなって思うんですけど、それ日本でやったらさ、他の人、他の黒人がどう思われるかとか、そういう人って気にしないじゃないですか、自分がよければみたいな、やめてほしいですけどね、そういうイメージついちゃうから、でも、俺はね、結構、必死だから、必死だなって思っちゃいます。そううすよねめっちゃ思 なんか、まあ、肯定はしないっすよ。もちろん、もちろん。うん。サギとかやるのは肯定はしないけど、やっぱ、日本って海外とかと比べても、めちゃくちゃ外国人が住みづらいとこだと思うんですよ。本当に難しいと思う,う タビナスも国籍もらわなかったりとか、うん、そういうのもあるだろうし、はい、で何年住んでるのって話じゃないですかいや本当そう、うん、でそれでももらえないっていうのは結構なんか他の国で比べたらなかなかないというかない、うん、そうでやっぱ外国人だからっていうことで結構制限されることもあるじゃないですかあるっすね、うん、そうかまあ家とかそうっすねうん俺の友達だからそうそれでなんか家借りようとした時に、うん、なんか俺なん,かなんで相談を受けたんだっけな でもなんかお前、家、普通に借りれるみたいな言われてで俺はありがたいことにあの寮とか一人暮らしする時もチームがサポートしてくれて、うん、多分提携してる不動産の物件とか紹介してもらったんですけどそいつはもうなんか俺、全然家借りられない審査全部落ちるんだけどみたいな、うんうん、なんでって言ったらまあそいつ国籍は中国で多分あんまりうんまあでもその稼ぎの割りにはいいとこ住もうとしたんか分かんないですけど。 ほぼ落ちるなななみたいい感じできついなそうだからなんかそういうのもうちょい、ね、まあでもね安全に過ごしたいっていう人の外国人がみんなみんな悪いわけじゃないじゃないですかそうす、ね、あでもなんかそこはもうちょっと何て言うかな人,人見るっていうか本当に外国人お断り っていいうところも多じゃないですか普通にやるのが俺めっちゃびっくりするそうだから大変なんですよねああだからでも海外と行ったらそれがもうレイシスみたいなレイシスになっちゃう可能性もあるからでもそれやるから苦労してるんだなとも思いますけどねそうなんですよ結構海外の人が借りれる不動産を紹介してくれる集会の人とか会社とかって なんかアップツー .jp っていう会社なんですけどそういうところとかは結構なんか外国人のハブみたいな不動産も紹介してくれるし、はい、外国人の人たちが集まれる場所とかはい、はい、情報とか載せる会社があったりとかするんで、はい、やっぱそういうところがなんか、ね、あるとねやっぱ助かりますよね。 あれですか不動産そう、不動産の会社なんですけど、うそう、結構ね、あの、いい感じなんで、海外、例えば、ね、日本で不動産探していとか、うん、あとは、まあ、日本、これから来たいけど、うん、まあ、ハブ、まあ、どういうとこ行けばいいのか、どういう街がいいのかもわかんないじゃないですか。街、うん、案内もしてる。もしてるっていう。<ー>まあ、ここからなんか外国人の人たちがもっと日本に、こう、なんか来やすいところをたいっていう会社らしいんで、まあ、多分、この、まあ、インスタグラムとかに載ってると思うんで、ストーリーとかハイライトとか見てもらえたら、 ちょっとディールとかもあると思うんでお得になると思うんでぜひぜひ興味があればチェックしてもらえたらなと、ねうん、思いますそうですねはいはいはいありがとうございますいえいえそれで、はい、ちなみになんかそこほかに家以外でなんか感じるところあるあ外国人だからむずいなみたいないやーどうだろうなでも俺結構もうその日本語話せるからうんうん、うん、そっかあんまりなんか不便なことはないかなうん、うんうん、基本的には基本的にはないですね ありがたいことに。ありがたい、ね、はいあ。じゃあ、結構まあ、そうっすね。日本語さえ喋れればってなるよね。そうだね。うん。だから、そう,ね、そう。でも、あの外国人の日本に来て、うん、なんで英語喋れねえんだよ。は、お門違いだと思もう思ってる。<laughs> <laughs> だって、だって知ってるじゃん。日本語。日本語が、その、発達してるっていうか、自分たちの自国の言語があるのにもかかわらず、うんうん 海外から来て、いやな、もう日本人全然英喋んねえよ、みたいな。それは、まあちょっとぐらい勉強してきてもいいんじゃないとは思うけど。確かに確かに確かに。だっかさ、お母さんとか喋れたあ、僕話せないっす。だから、親に向かって言ってる。だって、僕の親は30、3年近く住んでて、二人とも、まあお父さんは、まあ話せる。日常会話あ、そっか。話せないですからね、ほぼ。いや。 何してたんってたっ、まあね、<laughs> 日本語がその必要ない仕事環境だったっていうのもあるけどる、ねうん、不便でしょうってそれは思いますね。<laughs> うん あれもそれは思うそうそう,そう、うん、なんか父さんの日本語なんかよくなっては悪くなってはみたいな、うん、<laughs> どういうことなんだろうね <laughs> 全然アップデートされないみたいな <laughs> しばらく変わってないな英語のレベルみたいなあ,<ー> <laughs> あじゃあ日本語のレベルかそうで、ね、そうでもそれ,それのおかげで俺は英語を話せるようになったから <laughs> そう,そ,うそれはマジでなんか俺は助かったけどいやもうちょっと勉強してあげてみたいなうん <laughs> 確かに日本語、うん、英語英もいけんのそうですタガログ語も話しますね、うん、えーうん、え子供にはさあこれ聞きたい、はい、子供にさ言語ど,どうどうまあ今はさタイに住んでるやんねはいはいはいまあ何年の契約なのかちょっと分かんないけど、はい、まあまあプロでここからまあプレイするとして、うん、まあ世界いろ,いろいろ行く可能性とかもあるじゃないそうですね子供に教えたい言語とか何かあるそういうのとかはあ教えたい言語っていうかまあ日本語は もう家で日本語を話すから絶対。うんね、と、うん、ま、やっぱ英語かな。やっぱ英語かな。英語。だから、ちょっと早いっすけど、うん、インターナショナルスクール。インターナショナルスクールっていうか、<ー>そのキンダーガーデンのインターナショナルスクールみたいなのには、そのタイでちょっと入れてるんですけど、はいはいはい。あ、そうなんだ。うん。なんか、まあ、英語を話せるようになったらシンプルにこう、いろんな人とコミュニケーション取れるじゃないですか。そうですね。うん、うんうんうん。そしたらもう自分の価値観とかも広がるから。確かに。そういう目的で英語は、 話せるようになってほしいかな。うん。あと、なんかヨーロッパ系の、まあでもな、別に、でもまあその二つかな。うん,うんうんうん。その、英語と日本語さえ話してくれたら、もうあとは自由にしてくれ、みたいな感じですね。いや、めっちゃわかる。俺も、うん、えっと、どこで覚えたんですか、英語<来>。英語は、えっ、ー、と、まず、はい、俺昔からアメリカ行きたかったから、小学校の頃から、あのー、親に頼んで、英語を教えてもらってたんですよ。 英語の先生ってう人がいてその人に来てもらって、まあ、家庭教師みたいな小学校6年生ぐらいかなからずっと勉強しててでカナダに家族で住んでたこともあって一時期もあったしあとは高校でニュージーランドの高校にちょっと通ってたんですよ。っていうのが基本的なところでそこから高校卒業してすぐアメリカ行ったからすごい6年間ぐらい住んでたんで,<ー>でそこで多分もうがっちりみたいな。 なるえ、それはアメリカは、あれですかです、うん、自分でそれとも自分で、留学。留学で。大学に行く。うん、高校卒業して、大学をアメリカの大学に行く。そういうことか。もうでも、アメリカ確かに6年間、大学とか行ったら、がっつりっすね。がっつりっす、がっつりっす。俺は両親としか覚え、うん、その、両親との会話が、ベースなんで。はい,はいはいはい。スラングとかが、そうね。あちょっと難しい時ある。最近だから、その、海外移籍して、チームメートが、もう、英語、 そうですよね。そのタイ人、タイ人は話せない人いるんですけど、うんうん、その逆に、あの、外国人同士はもうみんな英語だし、うん、イギリスとかアメリカ育ちのやつとかもいるから、そいつらにスラング勉強しながら、うん、やっと、やっと冗談言えるぐらいかな。そっちで。え、でもそ、それ結構大変じゃないですか。だってタイのチームメイトとコミュニケーションとか結構大変じゃないですか。はい、そうですね。うん、でもなんか、英語、 は理解できるけど話さないみたいなそっち系だしあと例えば監督がブラジル人なんですけどポルトガル語からポルトガル語から英語に訳して英語からイ語なんでその中間で俺らは英語を拾ってみたいなそうそうそうだから常にいるんだじゃん翻訳のいますいます通訳の人がはいなんでうんすげえな それもそうですね。めっちゃグローバルです。グローバルですね。え、最近覚えたスラゲなんですか。いや言えないですよ。言えない。そうですよね。言えない最近聞いた。言えないばっかり。うん。までも言えるのだったら、そうピースじゃないですか。ピース。マネ。ああ。ピースああ。Is it British? 違う。British yeah. British ですね。Yeah. Yes. I've never heard of it in America this one. Like what say? b u c k

それすすかかそそれれが一番こっち側言える側の言える側の方だそうだからなるほどそうそオラいや悪い言葉ほど覚えやすいんだよなんでなんですかね入ってくるすぐ俺も彼女イタリア系のドイツ人なんですけどまさかうんもうそっち系のイタリア語はもうそっこ覚えたっすねえ女の人も手で話します あでも意外に手使わなくて、うん、あそうなんですかドイツで育ったからなのかなえ<ー>でもなんかお父さんとかの方が使うからってああ<ー>俺の代表にいるイタリア育ちの、うん、あフィリピンとイタリアのハーフでイタリア育ちのやつはもう <laughs> 口閉じてても何言ってるか分かりそう <laughs>、うん、そうだあでもそれで国柄って出るんだなって初めて、ね、その時思った、うん、マジイタリア人ってこう使うんですよね、うん、すごいあれは ちょっと真似してみたけど、手が疲れるから。<laughs> うん、面白いですね。そう,うえー。えそうなんですね。うん、いやイ、インターナショナルやな。いいっすね。そうですね。だから子供も、だから、うん、そういう価値観で育ってほしい確かに。例えば自分がいるところが全てじゃないよ、うん、別に、うん、飛行機で2時間行ったら、韓国行けるし、うん、6時間飛んだら、もうドバイとか、ドバイもとか、とか、だから、 自分がいる場所がなんかそう全てじゃないから別に思い詰める必要もないなって思う。うん、飛行機乗って飛んだら、また自分を受け入れてくれる価値観の人がいる国にたどり着くかもしれないじゃないですか。確かに確かに。うん、だから、そういう価値観で育たらしいなって思います。<ー><ー>いいっすね。<laughs> いやー、おもろかったな。もう多分1時間半近く話してると思うんですけど。いや、まずじゃないですか、ね。うん <laughs> はや、マジこんな感じなんだ、こんな感じですよ。えいや、喋り倒してもらったっすいや、楽しかった。いや、本当楽しかったです。あれが。よかった、よかった。え、ちなみになんですけど、わ、ちょっと、なんだろう、いつもアーティストだったらリリースの情報とか聞くんですけど、はいはいはい。なんか、話しておきたいこととかあるっすかいや、お知らせとか。特にないっすね。なんか、タイリーグね、意外と YouTube で見れたりするんで。あ、そうなんだ。はい。あの、良くない配信かもしれんけど。 弱い。弱い。<laughs> してる人めっちゃいるんで。なんか、暇になったら、ブリラムユナイテッドブリラムユナイテッドで。はい。はい。あ,あ、そうです。アジアチャンピオンズリーグ。<おい S 2> そうそうそう。タイで1位チしてから優勝してる,してるんで。いつから9月ぐらいから始まるんで。マジっすかで、なんか日本に、多分日本のチームとも、同じグループに入ったら、全然日本来るんで。確かに。その時はぜひ。 いや俺も見るっすよ。あ見てください見てください。テレビでテレそれチェックしてそれチェックしてもらって。で SNS、YouTube もやってるし。SNS まあ YouTube はまああれですけど全然ペーペーすけどはい。まあでも SNS でインスタグラムインスタグラムメインで X か X はい X は結構日本語でうんなんか意味わからんことばっか言ってるね。 そっちの方が面白いからインスタグラムよりも。インスタグラム、クサがおろい。フワちゃん。まあでも、でも全然。全部フォローしていただいてもいいんですよ。全部フォローしよう。これは。そうそう。それで、旅立つこと好きだったら、全部フォローしてもらって。ぜひ。ぜひ。これからの活躍も応援していただけたらと。ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当ありがとうございました。いや、こちそうさました。めっちゃ楽しかったです。ではまた、次回のエピーでお会いしましょう。p スやだい